この6段発明タワーと、このそういう寒さ、気にせず、水の中に入ります。今もちょうど本命で続いて、あ、今また続けてましたね。センサープールに入ったら、ちょっと見ていただきたいんですが、発明タワーとの体から泡がブツブツ出てきます。見えますかね。今のでまた泡がブツブツ出てきています。あの泡はですね、空気なんですが、発明タワーとの毛がですね、細かくて量が多いんです。なので空気をたくさん吸ってみます。